現在日本には34カ所の国立公園が存在しています。その素晴らしい自然は国内だけではなく、海外からも称賛を受けています。今回はそんな中でも、熊本にある阿蘇九十国立公園内にある植物公園、九十花公園が海外で話題となりましたのでご紹介します。それは九十花公園で撮影された写真ですが、その風景がまるで天国のようだと絶賛されたのです。そうした海外の反応と、それを受けた日本の反応をご紹介します。これが日本の九十花公園で撮影した写真だ。色とりどりの花が見事に咲いている。周りの風景も相まって、まさに夢のような景色となっている。もし天国があるとしたら、きっとこんな場所なのだろう。日本へ行くことがあれば、ぜひみんなもここに来てみてほしい。国立公園にもかかわらず、入場料が10ドル以上するが、その価値はある。おそらく生涯に残る体験となるはずだ。海外の反応。日本に存在するこの花の公園は、まるで夢の世界のような美しさだ。国籍不明。花の色の鮮やかさがすごい。現実世界じゃないみたい。フランス。わあ、日本の美しさは本当に特別だよね。フィリピン。俺は前に実際に行ってきたよ。かなり霧の濃い日だったんだけど、そのおかげでより神秘的に綺麗になっていた。あの日のことは絶対に忘れられない。アメリカ。配列が見事だな。それに花の色が本当に鮮やかに見える。イギリス。こんな場所に気軽に行けるなんて、日本は神に祝福されているとしか思えない。エジプト。もしうちの国にあの花畑があったら、数時間以内に花がすべて地面に落ちているだろうね。いたずらをする人が必ず出てくるからね。インドネシア。日本の春って特別な美しさがあるよね。アイルランド。黒澤明の夢のワンシーンを見ているようだ。こんなに綺麗な場所があるなんて。メキシコ。完璧な美しさだ。今は行けないけど、生きているうちに一度は必ず日本に来たい。インド。仮暮らしのアリエッティのショーが、ずんぐりした猫と読書してたのは、この場所だったんだろうね。日本に実際にあるなんて、タイ。すごすぎるよ。こんな世界が実在するとは、見ていて本当に感動した。シンガポール。花粉症持ちの俺は見てるだけでくしゃみが出てきそうだ。それでも現地に行って生で見てみたい。それほど魅力がある場所だ。イギリス。あまりにも美しい。日本におめでとうって言いたくなるくらいに。バングラデシュ。ポケモンのソノータウンのモデルか。美しい花で有名な街という説明通りだ。日本はこんな風景に囲まれているから想像力がつくんだな。イタリア。なぜか日本って綺麗な花が多いよね。我が国にこんな場所は見当たらない。イギリス。ハウルの動く城に出てくるお花畑みたいだね。綺麗すぎる。デンマーク。日本はどんな先進国よりも千年先にいると思う。いつか日本で暮らしたい。少なくとも別荘を構えたいよな。国籍不明。地上の天国といっても大げさじゃない。息を呑むような美しさとはまさにこのこと。アメリカ。驚くのは、日立海浜公園を見てからでも遅くはない。日本には、これを凌駕する場所がたくさんある。アメリカ。日本で行くべき場所リストに速攻追加した。もうリストはいっぱいだっていうのに、オーストラリア。この場所は実在しないでしょう。さすがにこの写真はフェイクだと思う。オーストラリア。これはフェイクって思う人間がいても仕方ないね。それほどすごい景色だ。ブラジル。日本は小さな国なのに、綺麗な場所が本当に多いね。島国だからこその特別さがあるのだろうか。インド。あれだけ地震が集中している国だもん。謎のエネルギーがあってもおかしくはない。アメリカ。彼氏と日本に行って、あの場所で結婚式を挙げたい。人生最高の瞬間だろう。アメリカ。確信した。日本は別世界にある場所なんだよ。地図で見たらすぐ近くなんて信じられない。中国。天国に行って写真を撮影し、無事にこの世に生還した人間がいたのか。そのくらいの景色だね。アメリカ。日本には美しい場所が本当に多い気がする。羨ましいよ。イスラエル。こういう一面綺麗な花で埋め尽くされた場所は、日本には他にも色々存在するからね。なんて贅沢な国なんだろう。トルコ。
私の次の目的地が決まったよ。コロナが収まったら絶対に日本に行く。ブラジル。日本の反応、こんなにはっきりと花の色の境目が分かれるものなのか。確かにこれはすごいな。中国とか韓国ならペンキだろうな。山肌をペンキで緑にしていたし。吊り橋が有名なところだよね。そこで売ってるハンバーガーも美味しかった。入場料調べたら大人一人1300円か。意外とするな。でもそれだけ整備するのにお金がかかってるとも言えるのか。日本のこういったところの見学料は安すぎるんだ。九十花公園は適正か。それでも安いと思う。安いと多くの人が訪れるから荒れやすくなるしね。世界中どこにも素晴らしい光景はあるよ。オランダのチューリップ畑と風車とかね。でも日本のこうした光景はそうした中でもトップクラスだろう。日本の公園は利用者が環境の維持に共感し、綺麗に使うからだろうね。海外だと公共施設は好き勝手使っていいという意識だから汚れていく。日本は商業や居住に適した平地が少ないだけで、小さな島国ではないからね。自然を堪能するのであれば、南北に多様な風土があり、四季折々豊かな国土が広がっていて、見どころは多い。別に天国でもない。単純に美しく存在するように、管理や手入れに細心の注意を払って行動しているだけ。何もしないで勝手にこうなっているわけじゃないよ。だからどの国でも同じ努力すれば実行可能。それが難しいんだけどね。こういう公園って日本的というより西洋的だと思う。もっと俳句の世界とか、わびさび、枯山水とかのデザインにしてほしい。昨年言ったけど、コロナの影響か人はそこまで多くはなかったよ。昔同じ種類の花ばっかだったけど、最近は写真のようにいろんな花が植えてあって前より美しく感じた。日本は自然災害が多いけど、こうした素晴らしい自然もある。バランスが取れているといえば取れているのか。阿蘇はいいところだ。観光地だけど、東京や大阪と比べたら人も少ないしね。気持ちよく景色を眺めていられる。芝桜は日本の風景という感じはしないけどな。綺麗なことは確かだ。阿蘇には他にも見どころがたくさんあるぞ。阿蘇山、九十連山、大観峰、白川水源、黒川温泉とかね。自然ばかり密でもないから、行くと最高の気分になれる。日本の素晴らしい自然を次世代に。日本は南北に長く海洋に囲まれた地形をしています。だからこそ美しい自然風景とともに多様な生態系を有しています。このような優れた自然の風景地を保護するとともに、その適正な利用を図るため、国立公園、国定公園等が指定されています。特殊な環境だからこそ、それを活かした自然づくりをしているのですね。そのため海外から見たら、未知の風景に見えるのでしょう。こうした素晴らしい自然は、ぜひ未来へ残していってほしいですね。あなたはこの風景の写真や人々の反応を見てどう思いましたか？ぜひ意見や感想をコメント欄にお寄せください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またあなたとお会いできることを楽しみにしていますね。